トランプは英語でプレイングカード。海外でトランプと言っても通じない。床屋さんのサインポールの色は赤が動脈、青が静脈、白が包帯を表している。心理学的に遊園地のアトラクションは長時間並んで待った方が楽しさが増す。ハサミで手招きをしてメスを自分の巣穴に誘い込んで、交尾するカニがいる白線種を招き。缶切りが発明されたのは缶詰が販売されてから48年後。法律上カフェではお酒を提供できるけど、喫茶店でお酒は提供できない。動物園の象の飼育係は、象の前ではたとえ園長に対してでも敬語を使わない。適度なオナニー頻度は、男性の20代30代は毎日しても大丈夫。40代以上はホルモンバランスを保つため週に1回程度が理想。女性の場合はメリットしかないので毎日した方がいい。